激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。スタッドベロドロームへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするリーグワンの一戦、マルセイユがスタッドレンヌと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。こちらがマルセイユの先発メンバーです。こちらがレンヌの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。マルセイユのボールで試合が始まります。カットしました。ここはどうするでしょうか。これはよく見ていた。いいパスだ。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなく、止める、止めます。試合はコーナーキックから再開されます。コーナーからエリア内へボールをクリアしました。福西さん、どちらのチームにも切り札がいますが、このゲームどうご覧になりますか。どちらのチームにも素晴らしい選手。このボールはキーパーが弾き出します。レフェリーはコーナーキックの判定。これはあるか。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。試合はゴールキックから再開となります。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。バルセロナが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。さて、他会場で行われている試合の情報が入ってきました。スコアに動きがありました。はい、最初のゴールがアンジェに生まれました。現在スコアは1-0、時間は11分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。いい位置です。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。スルーパスが味方に通る。このスルーパスは長すぎたか。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。このシュートはどうだ。キーパーがファインセーブでゴールを許しませんでした。一進一退の攻防が続きます。どうやら他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。スタジオとつながっています。はい、1点目のゴールがロスクリールに生まれています。現在スコアは1-1、時間は23分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。キーパーが対応、ピンチをしのいだ。チャンスは続きます。スローインです。これはスローインに失敗。ボールが相手に渡りました。
さてどうやら他会場の試合で PK があったようです。はい、アウェイチームに PK が与えられました。しかしシュートは入らず、力みすぎたのか浮かしてしまい、絶好のチャンスを逃してしまいました。スペースがある。何が狙いでしょうか。決まった、ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ガブリエル、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。マルセイユ、サイドのスペースが広く空いています。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。リプレイが出ます。なんといってもこのクロスでしょう。フィニッシュはこのボレーでした。タイミングもミートもバッチリの美しいシュートでしたね。こちらのカメラからの映像です。スペースに見事なロブパス。これはナイスインターセプト。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。このパスは読んでいました。ガブリエル、ガブリエル、ボールロスト。ポジション率を比べるとマルセイユは相手にかなり劣っています。しかしスコアではリードしているので、ポゼッションが高ければ勝てるわけではないということが。素晴らしいスキルで抜いてきます。オフサイドラインを超えてしまっていました。スコアは2対0。ここでは後半のキックオフです。ムニル、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。見事なロブパス、通します。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。サイドにスペースがあります。ボックス内へ入れてきた。決まった、ゴール、ゴール、豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。リプレイを見てみましょう。このクロスの先には味方がいます。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。
さてスタジオから情報が入ってきました。他会場でスコアが動いたようです。はい、2点目のゴールがアンジェに生まれました。現在スコアは2対2、時間は56分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。リス・ムセ抜けた、ゴールが決まった。このボールを止めるのは難しいかと思われます。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのシュート、2対1の場面を作った時点で勝負ありでしたね。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。ガブリエル、ムニル、ムニル、見事なタックルです。これは絶好のチャンス、これは危ない、絶好調ですね。このゴールでハットトリック、もう止まりません。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてフィニッシュです。2対1でパスの選択肢もありましたが、ここは自分で決めてきました。Christina est attendue à la boutique du club. Christina à la boutique du club. Merci. Munir. こぼれます。先に反応するのはどっちだ？マルセイユ、サイドのスペースが広く空いています。相手ボールになります。スペースへのボール、ゴールです。ゴールゴール。ボールはネット低い位置に飛び込みました。プレーを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。タッチライン際を上がれそうです。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。いい位置でカットした。このボールは決定的、強烈なシュートでしたが、ボールはゴールを捉えられない。大きく外しちゃいましたね。あそこはパワーより精度のあるシュートを選択するべきでしょう。
今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。アドバンテージがオリンピックマルセイユに取られています。流しかけましたがやはり止めました。ファールです。レフェリーカードは出しません。注意で済みました。お互いヒートアップしてきてますね。アンデル・エレーラです。これは狙えます。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。ラフィーニャ、ムニル、試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。終わってみればチームの圧勝。